はい、どうも、ピクスヨスです。今回紹介するミニカーはですね、今回もですね、紹介するミニカーはとにかく第15弾警察車両スペシャルコレクション。まあ、第3回ですね。ついに半分ですね。まあ、今回もね、解説していきましょう。それではね、前回までね、普通に紹介してきましたけどね、今回箱めちゃくちゃかっこいいんですよ。まあ、こんな風に全部の車両がこう、一斉です。一台に、ま、一箱にね、こう、一面にこう、バーって並んでね、大集合って感じな上にね、上にもこんな風に書いてある。で、なんか知らんけどね、なんか電車かよっていう感じですけどもね、白黒塗装の箱となっておりますね。外で鳥が鳴いている。さあ、今回何が出るか、もう機動隊ほぼ終わっちゃったからな。重さ的に何だろうな、これ。結構隙間あるから、これがコースターかな？あ、当たり。扉開いとるし。で、もう一個ですね。これ何だろう、わからんな。なんか、インプレッサぐらいかな。レガシーかインプレッサかな。そのあたりかな。ワンチャンワゴンあるかもしれないな。なんだろうな。全然わかんなかった、今。あ、レガシーだ。ある意味当たってた。まあ、今回はこの2台を紹介していきます。まずそうですね、こちらですね。トヨタコースター交通検問車ですね。まあ交通検問車って言うてますけど、普通に検問車ですね。まあこんな風にスライドドアが開きますね。普通に検問車ですね。で、検問自体そもそも基本交通のあれで行われることが多いんで。重大事件が発生した時の検問とはわけが違う車なんで、そういう時はこの車出動するかさえもちょっとよくわからないんです。まあ、この、紺色っていうかなんていうかな、この、紺じゃねえな、なんていうんだろう、こういう、何色っていうのかな、この藤色に近い青みたいな、そういう感じの色の車両ですね。こうスライドドアはなんかちょっと塗装が焦ってる感じがするんですよね。てかすげえカパカパ開いちゃうんすね、これ。俺が前持ってたやつの方がよっぽどマシだったような気もするっすね。どうしてもこのコースターとかのスライドドアってプラスチックでできて、他は円合金でできてるんですけども、ここだけプラスチックでできてるんで、どうしてもやっぱ壊れやすいっていうか、色も焦りやすいですしね、劣化が早いんですよ。で、まあ、後ろはこんな風になってますね。コースターのね、特徴的なね、テールランプを再現してますね。で、フロントはこんな風になってますね。あ、で、さっきの話戻んないと。この塗装自体はなんかあんまり警察で指定した色っていうよりかは、なんか純正カラーっていうのが多かったりしますね。シビリアなんかだとこんな塗装結構多いですしね。何なんでしょうね、これ。この色にしなさいなのか、こういう色で売ってるのかよくわかんないです。自分がこういう色で売ってるのかなと思ってますけど。あと、赤色とこの1個、2個、3個ついてますけど、だいたい、一番下がサーチライトか、前がサーチライトとか、バータイプだったりとか、あんまりこれと全く同じっていう仕様はないと思いますね。で、まあ、交通検問車、一体何をする車かっていうと、まあ、例えばですね、まあ、飲酒検問とかの際に、すいません、息吐いてください、はぁ、あ、うん、お前くせえな、ちょっとこっち来いや、つってなった時にですね、まあ、中で、これ吹いてみてとか、そうやってやる車ですね。あと、スピード検問。まあ、速度取り締まりの時とかに、まあ、この車がサイン会場にいて、中でサイン会を行うっていう。まあ、サイン会って、いわゆる切符切る時のことなんですけどもね。まあ、検問車を使わないで結構、青空サイン会つって、机を並べと、椅子を並べて、そこで、切符処理をするっていうことも結構あるんで、必ず使うわけじゃないですね。まあ、車内にはシートと机がついておりまして、まあ、現場式本部としても使えなくはないような車ですね。まあ、どこの警察のやつとは特にないんで、まあ、よくわかんないですけど。
続いてこちらですね。警視庁レガシー B4 パトロールカー。まあ、結構な数販売されてますね、このレガシー B4。まあ、神奈川県警仕様とか、奈良県警仕様とかもありましたけども、警視庁仕様が意外とある。まあ、先日のスバルコレクションで、警視庁の地域化っていうか、その、交通用パトロールカーなんかもね、販売されましたし、あと以前もその規制なんとか車だったっけ、交通規制マラソン大会とか使うやつなんです、規制予告車、あれで販売もされてます、 TDB からも発売されてますし、意外とレガシー多いんですよ、パトカー通常品では一切販売されてないんですよ。セダン、普通のセダンとしては販売しましたけど、パトカーとしては一切販売してないですよね。バレンタインとかにもありましたしね。まあ前はボンネットが開いて、まあ全面赤色がここ中に入ってるという感じですね。まあ横には警視庁のエンブレムが、エンブレムというかポリス表記が入ってて、これがリアルでいいですよね。上には0015の表記になりますね。まあこれ毎回思うんですけど、0項の0って第0交通機動隊の0なんですよね。本来ここは第一交通機動隊とか第二交通機動隊とかそういう数字が入るわけですけど、だから0って存在しないんですよね。まあ、存在させるやつにあえてしてないんだとは思うんですけども、なんでそうするかなっていう。で、15は第何交通機動隊15号車みたいなコールサインですね。まあ、いわゆるこれが対空表記ってやつなんですけどね。いやー、なんで、だから結構、トミカのこの対空表記って、0項とか0でやってることが多いんですよね。僕もこれ大人になってから知ったことなんですけども、ここが第一交通機動、第二交通機動だけど、トミカだとこうゼロだからそういうもんだと思ってたんですけど、そういうのは多分存在しないんじゃないかという感じですね。まあ、警視庁の表記が結構トランクリットにもあったり、結構よくできてますよね。後ろにもちゃんとポリス表記ありますし。でもレガシーのその警視庁のこの交通パトカーって俺見た記憶がないな。全くないわけじゃないけど、こう僕もブログとか結構写真載せてるときに、レガシーのコーパって見た記憶ねえなっていう感じなんですよね。静岡県警にトランクリットの塗り分けがおかしいやつならいますけど、トランクリットとかトランクじゃねえわ、リアの塗り分けがおかしいやつか。なんか普通のレガシーってこんな感じなんですけども、静岡県警にいるレガシーはこの辺まで黒の塗装が来てるんですよね、このトランクのところ辺まで。ちょっと変わった仕様ですよね。まあ、今回この2台ですね、紹介しましたけど。あと2回ですね。はい。残ったのは、エルフのショベルカー、アルファードの棒体、それからインプレスワークス STI のね、覆面とワゴン R っていうね、もうほぼほぼもう、今日まででなんか、つうかその、この富格寺のあれを使い切ってる感がありますね。難しいなぁ。まあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。